タビタビ島はフィリピンのセレウス海にあるスールー諸島の島、ボルネオ島の東6 4トルほどの位置にある。タビタビ島は580.5平方キロメートルの面積であり、フィリピンの島で20番目に大きく、スールー諸島ではバシラン島、ホロ島に次いで3番目の大きさである。海岸線は1 5 2 2トルであり、標高は最大5 4 9ルである。 タビタビ島はもともと火山島であり、形はいびつで、長さは長い場所で5 5トル、幅は1 0トルから2 3トルほどである。丘がちで非常に木々が密生しており、岩に囲まれた岸と白い砂浜が飛び飛びに存在する。タビタビ州の本島となっている。ボンガオ、ラングヤン、パングリマス柄、タンドゥバスの4つの自治体に分かれている。住民は多くが、 サマ人でサマバジャウを話し、ムスリムである。島の西に存在するサンガサンガ島には、たびたび州最大の空港が存在する。第二次世界大戦時には、日本軍が占領し、産油地のボルネオから近かったことから一時この島に、白地が置かれるなどしており、第一機動艦隊の艦艇が在白した。なお、島の近くで、駆逐艦、水月が、魚雷攻撃で沈んでいる。 1945年の4月から行われたスールー諸島の戦いで日本軍は全滅した。ありがとうございます。